嫌だとか辞めたいとかっていうようなことはもう一切なく、もう技の稽古なんかする時間ありませんでしたから、細かなことは一切もう教えてません。もう本当に先ほど言ったように、もう基礎基本だけはまあ叩き込んだかな。終わりはないと思ってますので、剣道、特にあの剣道を続けるんであればですね、それは生きてくることかなというふうに思っております。